「未来がないへ届く」
めんそれ。
く日も一人じゃないさ。いつでも誰かが僕の帰りを待っている。君の声僕に聞かせてよ。君と僕とは友達さ。僕の声君に届けよう。ララララさあ歌うんだ。いやさあさあいや。2014年8月27日水曜日、時刻は9時19分になっております。観光情報番組読谷ラジオ、ナビゲーターの正也でございます。本来なら朝9時から生放送でお送りする観光情報番組読谷ラジオなんですけども、サテライトスタジオ紫村にございます。サテライトスタジオと、本スタジオちょっとね機器トラブルということで、9時ちょうどに始めることができませんでした。ということでこの時間から進めてまいりますけども、大変失礼いたしました。8月27日水曜日、もうね、世の中は子供たちは夏休みも終わって、2学期生の子供たちは今日からかな、ね、地元の、中学校は、出校というんですかこれ、ね、今日から学校始まっている、ところもあると思いますけども、皆さんたちの、ね、学校はいつからでしょうか。8月27日今日本当にいろんな記念日があるんですけども、1954年に、日本短波放送開局の日だったり、1868年明治天皇即位式が行われたりですね、1910年にあのエジソンが世界初の音と映像の同時収録を成功させた日とか、まあ、いろいろ過去には本当にいろんな出来事があったんだなというふうに思いますけども、そんな8月27日でございます。ただ観光でね沖縄に、いらっしゃって、いろいろな思い出を残していくのもまた新しい素敵な出来事の、まあ、一つなんじゃないでしょうか。ということでぜひこの番組を聞きながら沖縄県読谷村に足を運んでみませんか。この番組観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆さんにここ沖縄県読谷村の良さをがっつりお伝えしていく番組となっておりますよ。ガイドブックに載っている情報はもちろん、ガイドブックに載っていない情報も一緒にお届けしていきますので、ぜひこの番組からの情報をもとに皆さんがここ読谷村に足を運んでいただけたら幸いでございます。まあ、いつもならねドライビングナンバーをおかけして天気情報を皆様にお伝えして、読谷なんでも調査団というのをね、この時間帯にお届けしてるんですけども、今日はすいませんちょっとスタートも遅れたということで、ちょこっとだけ内容を変更してお送りしていきたいと思いますのでね、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ナビゲーターはまさやでございます。観光情報番組読谷ラジオをお届けしていきますけどもね、今日はちょっと、出だしを遅れてのスタートとなってますけどもね、読谷村の上空はカラッと晴れ上がっております。皆さんが今いらっしゃる場所の、天気はどうですか。ただ晴れ上がっててもね、急な雨雲が広がってしまう沖縄でございます。お出かけの際には気をつけて出かけられてくださいね。
時刻が9時24分になっております。コーナー進めてまいりましょう。読谷何でも調査団です。読谷何でも調査団。読谷何でも調査団のコーナーでございます。このコーナー、どこにでもあるでもそこにしかない読谷ラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知ってよかった、聞いてよかったの枠を広げる読谷何でも調査団でございますよ。ナビゲーターマサヤ自ら読谷村内をぐるぐる駆け回って、本当にいろんな取材をしてきたやつを皆様にお届けするのがこのコーナー、読谷何でも調査団でございます。これこそパンフレットに載ってない情報を読谷何でも調査団でゲットしていただきたいんですけども、本当にねディープでコアっていうのはこのコーナーのためにあるんじゃないかなと。絶対にね他の市町村でね聞くことは絶対できない読谷村の良さをお届けしていきます。今日は読谷村にある、あるお店のご紹介なんですけども、例えばね旅行で沖縄にいらっしゃった方、村外の方が、まあ、読谷村に遊びに来られた方がですよ、この、旅行中に突然履いてる靴が壊れてしまったとかですね、持ってきたスリッパが壊れたとか、まあ、着ていた服が何らかの形で破れてしまったとかね、まあ、トラブルというのは、まあ、いつどこで起こるかわからないということで、しかしご安心ください。そんな時にですよ、頼りになるお店のご紹介をしていこうと思っておりますよ。まずはこちらお聞きください。とてもスポーツの匂いがプンプンするこのお店にお邪魔しております。自己紹介お願いします。どうもこんにちは、スポーツプラザ AP の伊波と言います。よろしくお願いします。はい、伊波さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。皆さん、スポーツ用品がもう数多く並ぶ店内になってるんですけども、スポーツ用品であれば何でも揃うお店でよろしいですか？そうですね、在庫としては野球、ソフトボール、サッカー用品を多く取り扱っているんですけども、はい、あとはまあ注文とかで全般的なスポーツ用品は取り扱いやってます。例えばあの靴が破損してね、草履が破損して洋服が破れてとか、急にそういう必要なものを求めてくるお客さんもいると思うんですけども、こういうものに関しても品揃えも非常に多くて対応は可能ですよね？そうですね、サンダルとか、特化のシューズとかも置いてますので、はい、何かあった場合にはぜひよろしくお願いします。あの子供から大人向けの商品でいいんですか？そうですね、はい、大体対応できるかなと思います。はい、で私もたまに購入することがあるんですけども、 AP さんから安いですよね？安いですね、なるべく安いものを仕入れて安くで出しては売るつもりです。はい、でも同じ商品がまた2つとない、本当に自分だけの商品が並ぶスポーツプラザ AP さんなんですけども、ぜひですね、あの観光で沖縄にいらした方がここで自分だけのレアな商品が手に入れるものができるよという PR、 来てくださいという PR を皆さん最後にお願いします。沖縄に来た際、また読谷村に来た時に何か困ったことがあれば、はい、スポーツプラザ AP へサンダル、T シャツ、はい、全般的に取り扱いをやってますので、はい、何かあった時にはスポーツプラザスポーツプラザ AP へよろしくお願いします。はい、さんすみません、最後にちょっと場所の説明と電話番号をお願いしてもいいですか？場所は大木十字路ですか、はい、の伊良見郵便局斜め向かいの方にあります。電話番号が098-957-1751です。はい、もしあのね AP に来る際、イヤさんに何かモノマネお願いしていただけたらやると思いますね。イヤさんよろしくお願いします。元気ですか？何でも来い、かかって来い、たくさんのレパートリーでお待ちしております。楽しい皆さんお待ちしてます。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。読谷村にあるスポーツプラザ AP のご紹介でしたよ。皆さんぜひ足をお運びください。一旦 CM です。
観光情報番組読谷ラジオをお届けしておりますよ。今日はちょっとねすいません、時間を、スタートを遅れて、番組やっているということで、一部内容をちょこっとだけね、変えてお届けしてますけども、先ほどの読谷なんでも調査団でご紹介した、読谷村にあるスポーツ店スポーツプラザ AP の、オーナー伊波さんからお話を聞いていきましたけども、本当にいろんな、スポーツ用品が並んでるということでね、本当に、スポーツだけではなく、まあ、日常に、ね、着る服だったり、ズックっていう今あの靴、シューズだったり、その他はもちろん、スポーツ用品のことなら何でも揃ってる、スポーツプラザ AP さん、ぜひ足を運んでいただきたいと思いますよ、うん、でスポーツプラザ AP さん電話番号伝えておきましょうね。 098-957-1751、 はい、スポーツプラザ AP 電話番号が 098-957-1751 となっておりますよ。よろしくお願いいたします。でスポーツプラザ AP さんだけではなく、読谷村にあるスポーツ用品の、お店もう一つございます。読山スポーツという読谷高校、地元の高校の向かいにある、読山スポーツというねお店もございまして、今この読山スポーツでなんと在庫処分セールをやってまして、野球の、スパイクだったり、カバンだったり、その他、まあ、帽子だったり洋服だったり、いろんなものが通常の値段よりかなり安くで購入できる在庫処分を読山スポーツでやってます。皆さんこれね買っとけ、本当にいいよ。あのカバンとかもこの値段でいいのぐらいで出してるので早い者勝ちです。なくなり次第、この読山スポーツさんの在庫処分は終わるということなので、ぜひね、在庫処分手に入れてくださいよ。在庫処分といっても質が悪いとかそういうことではなくて、これはね知っててよかったと思いますよ。皆さんぜひ、こちらの方にも足を運んでください。読谷にあるスポーツ用品、AP スポーツ、そして読山スポーツさん、チェックしてみてくださいね。さあ読谷村にはこのスポーツ用品店もいっぱいあるんですけども、やっぱりね旅行でその土地に来た際には行っておきたい、ね、場所というのはたくさんある中での美味しいもの巡り、どうですか、お腹空いてません？私空いてますけども、読谷村ね本当に24の、あざがあり広いんですよ。読谷村は今年1月1日をもちまして、なんと日本一人口の多い村となってるんですけども、そんな読谷村24のあざがあるんですよね。でその24のあざ本当に一つ一つ、魅力がありね、個性も強く、どこに行っても、まあ、楽しめる、場所なんですけども、そんな中読谷村の、県道6号線沿い、那覇から、那覇から国道58号線を、使い、北上していただくと、イラミナ交差点という、読谷村のイラミナ場所がございます。このイラミナ交差点を曲がってずっとまっすぐ、まあ読谷の名所残波岬に続いているこの県道6号線、この県道6号線沿いこそ美味しいムン通りとは、まあ、私が一人で勝手に行ってるんですけども、この通りというのは本当にいろんなお店が立ち並んでるんですよ。例えばあの蕎麦屋さんだったり食堂だったりラーメン屋さんだったり、まあ、カフェとかレストランとかね、あと、居酒屋だったりバーだったり、本当にいろんなお店がこの県道6号線沿いにね立ち並んでるということで、私が勝手に県道6号線おいしいムン通りというふうに今伝えてるんですけど、まあもちろんその6号線以外の場所でも読谷村のおいしいものが食べれるお店店舗たくさんあるんですけども、その今日は県道6号線沿いにあるですね、居酒屋、はい、居酒屋のご紹介をしていこうと思っております。
居酒屋、夜の情報ですかというふうに、ね、思っている方もいると思いますけども違いますよ。夜じゃないです、もちろん居酒屋なんですけども、こちら、居酒屋をするのは、午後夕方5時以降、その前ランチタイムもやってる居酒屋さんということでご紹介していこうと思っております。居酒屋ごちそう屋さまさま、はい、でございますよ。居酒屋ごちそう屋さまさま、こちら夜は居酒屋、そして昼間はランチもやってるというね、非常に、女性の方に人気があるランチメニューを取り揃えてる居酒屋でございます。でこちら、どういうメニューがあるかと言いますと、もちろん沖縄といったらね、チャンプルーだったり、沖縄そばだったり、まあ他もろもろございますけど、まあタコライスもそうですね、いろいろあるんですけども、そういうメニューはもちろん置いてますし、さまさまオリジナルの美味しいランチメニュー、まあこれはランチのみの、販売となるんですけど、メニューとなるんですけども、こういうメニューも置いてます。ここでしか食べれない、さまさまでしか食べれない、ランチ、そして夜の居酒屋メニュー取り揃えておりますので、ぜひごちそうやさまさま天道6号線でございますよ。皆さんぜひ足を運んでいただきたいと思います。そしてさまさまからお得な情報でございますけども、夜限定です。いいですか、間違えないでくださいよ。夜、居酒屋さまさまさん、5時以降ですね、にお越しいただいて、この観光情報番組読谷ラジオ聞きました、聞いてきましたよと居酒屋ごちそう屋さまさまさんの店員に入ってすぐに伝えてもらうと、なんと人数分のドリンクが一杯分無料となります。例えばビールだったり、チューハイだったりカクテルだったり、もちろんソフトドリンクも含まれます。こちらのどちらかを一杯無料でご提供ということでございます。皆さん考えてみてくださいよ。今何名で旅行に来てますか？8名。はあ、ははあ、じゃあ8名分が無料になるんですよ。一杯8名分無料になったお金でどこか流れてくださいよ。いいんじゃないですか。8名分無料。じゃあ例えばじゃあ50名で行っても無料ですか？はい、もちろんですよ。50名で行っても一杯無料。お金に計算してくださいよ。これぐらいお得なんですよ。ね、夜限定でございます。ごちそうやさまさま FM 読谷の観光情報番組読谷ラジオ聞きましたと、入店と同時に店員さんに言っていただくと、居酒屋限定ですよ。夜のソフトドリンク、ビール、カクテル、チューハイ、どちらかを一杯無料とさせていただきますので、ぜひごちそうやさまさま夜の居酒屋、そしてランチご活用ください。ごちそうやさまさま電話番号が 098-958-3030 となっております。県道6号線沿い、赤い看板で大きくさまさまと書かれてます。黒い文字でね、すぐにわかると思いますよ。建物もすごくオリジナル性がある建物なのですぐに目につくと思います。ランチも非常におすすめでございますので、皆さんぜひ足をお運びください。そしてどうしようかな。本当にいろんな、お店がある中で、この天道6号線沿いね、ある中で、そうだな、やっぱりこだわりのおそば、沖縄料理を食べたいなという方、こちらいかがでしょうか。さまさまさんの、すぐ隣にある花ういそばね。花ういそばはもうどれぐらいだろうな、創業案外長らくやってる、まあ、蕎麦屋さんなんですけども、こちらね、こだわりのこの蕎麦、その他にも沖縄料理だったり、定食類も非常に、豊富に取り揃えている花ういそば、こちらも、県道6号線にございますけども、観光で沖縄にいらした方、このレンタカーの泊まる率というのが非常に高い花ういそばさん。というのもですよ、安い上にボリュームが満点なんですよね、この花ういそば。ボリューム満点、器もすごく大きくて、私2人前注文したつもりないのにって思うぐらい、花ういそばのこの、出てくる料理のこのボリューム感というのはすごく
感じられます。しかも安い。そばの種類もですね、本当に、沖縄そばの中の、まあ、王道といったら三枚肉だったりね、ソーチそばだったりね、まあ、その他の、メニューのそば、ここでしか味わえないそば、花食いそばで召し上がってみてはいかがでしょうか。天童6号線にございます花食いそば、電話番号が 098-958-4479、 花食いそば電話番号が 098-958-4479 となっておりますよ。ぜひね、探してみてください。ナビを使っての、ね、検索というのは非常に早くできると思いますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。あとね、天童6号線沿いで言えばですよ、ね、何があるだろう、ちょっとね、女性はなんかお菓子を食べるのはね、スイーツを食べるのは別腹というふうにね、いい感じの言い訳をよくする方を、はい、たくさん知ってますけども、やっぱりスイーツ食べたいなという方、こちらも天童6号線にございますよ。スイーツのお店ミッシェル、はい、ミッシェルのご紹介でございますけども、こちらもね、読谷村の特産品を使った、このスイーツも、オリジナルのスイーツも販売してたり、あとね、シンプルイズベストで一番うまいなって思ってんのが、あれなんだっけ、今ド忘れした、なんだった、あれマシュマロじゃなくて、なんだろう、シュークリームだシュークリームがね、すごく中のクリームが柔らかくておっきいんですよ。このミッシェルさんのスイーツ、ミッシェルさんのスイーツ、ミッシェルのこのシュークリームが、しかも安いので、ケーキもね、すごくオリジナル性があって、ここでしか手に入らない、召し上がることができないスイーツ、こちらも県道6号線にございますよ。スイーツのお店ミッシェル、別腹だよと言ってるあなた聞こえますよ。お、うん、ご飯でも、ご飯食べた後に食べなさいよ、ね、はい、ミッシェルさん電話番号が 098-958-4111、 スイーツのお店ミッシェル 098-958-4111 となっております。今ご紹介したごちそう屋様様、そして花食いそば、そしてスイーツのミッシェル、こちらはどちらも県道6号線にございますので、ぜひ皆さん探してみてくださいね。その他にも県道6号線はマーサムン通り、おいしいムン通りというふうに私勝手に思っておりますので、皆さんぜひ県道6号線沿いね、おいしいムン通りで沖縄を感じて、沖縄の食を食べながら読谷村を感じてみませんか。ということで、食の情報あれこれでした。行ってむー
観光情報番組読谷ラジオをお届けしております。時刻が9時47分になっております。ラストの枠となっておりますけども、ようこそ読谷村へ。ね、暑いね。はあ、まだまだ沖縄は夏が続きますけども、どうですか子供たち。ね、学校始まってる子供たちもいて、まあ、まだまだだよ、まあ、今週までは休みだよという子供たちもいっぱいいると思いますけども、まあ、旅行で沖縄に来たからには、ね、そこのあなた、もちろん沖縄を感じて帰っていただきたいんですけども、広がるこの青い空、青い空に浮かぶこの白い雲、ね、透き通るような真っ青な海、むむ、これぞ沖縄。そしてこの沖縄を感じたいあなた、ぜひ読谷村へ足を運んでいただきたいと思います。読谷村に来た際にはこの番組、観光情報番組読谷ラジオから、出してる、発行してる読谷パスポートというものをぜひ活用していただきたいと思います。どういうパスポートかと言いますとですね、まあ、パスポートという名のチラシなんですけども、パッと、当ててもらうとですね、広げてもらうと、A3 サイズの、まあ、大きさになるんですけども、こちらね、あの読谷村の、名所だったり、伝統工芸品だったり、あと読谷村の紹介だったり、各、まあ、施設の、まあ、紹介というか、この画像がこのチラシに、掲載されてるんですけども、こちらをですね、なんと今皆様がお手持ちのスマートフォン、こちらで動くフォト、動フォトというものをアプリでダウンロードしてもらって、この画像をこの動フォトで撮っていただくと、なんとこの画像が動いて説明してくれるというチラシになってます。よう考えてみて文字を見る手間が省けるんですよ。これ考えたら非常にね、いいんじゃないですか。例えばあの世界遺産の一つであるザキミ城跡、こちら読谷村にある世界遺産ザキミ城跡の紹介だったり、まあ、沖縄の、代表する読谷の焼き物やちむんの里の紹介だったり、あとはね、ホテル日光アリビラさんの、ウェディングとか、あと残波岬のご紹介だったり、富谷漁港、読谷の、海の、入り口ですよ、富谷漁港だったり、あとビーチの紹介だったり、本当にその他にも本当にいろんなものがこのチラシ一つで動いて聞くことが説明してくれる。こう説明してくれるってありがたいんじゃないですかね。文字を読む手間が省けるというね、チラシになってます。それだけではございません。その、チラシなんですけど、裏側にスタンプラリーということで、7箇所か、7箇所に設置してある、読谷村の、7箇所に設置してある場所のスタンプを押してもらうスタンプラリーもあります。こちらどういう、ラリーかと言いますとですね、このスタンプ設置店の、お店でこのスタンプを一つずつ押すんですよ。で、押してもらった後に FM 読谷のスタジオに押してきたよと店に来てください。するとここでしか手に入らない素敵な粗品がもらえますよ。本当にね、これ売ってない、絶対もらったら嬉しい、こういう、商品もね、このスタンプラリーで FM 読谷に実際に持って、来た方にはプレゼント差し上げてますので、これいいですよ。例えばプランを考えてない方、この後どうしようか、どこに行こうかと迷ってる、そこのあなた、ぜひこのスタンプラリー活用していただきたいと思います。置いてある、スタンプ設置店なんですけども、先ほど紹介した世界遺産ザキミ城跡、こちらの下の方に、歴史民俗資料館がございますけども、こちらに置いてます。そして、読谷村の米軍基地、読谷村にある米軍基地トリーステーション、こちらトリーステーションの向かいにファミリーマートがございますけども、そのファミリーマート、トリーステーション前、こちらにも置いてます。で、読谷村キナにございます飛行場跡地にある JA 沖縄ファーマーズマーケットユンタ市場、こちらにも置いてますし、
こちら先ほども言ったね、八千文の里、北釜売店、奥の方にある北釜売店、こちらにも置いてます。で、残波岬、憩いの広場、残波岬灯台手前にある憩いの広場公園、こちらの、敷地内にレストランティーダサンさんありますけども、このティーダサンさんにも置いてます。で、読谷の漁港ですよ、富谷漁港内にある食堂、ウミンチ食堂、ゆうの店、こちらにも置いてます。そして最後に、ビーチね、素敵な、本当になかなかね、通な方はこの場所わかると思いますけども、読谷村の戸口にございます、戸口ビーチ。この戸口ビーチ内にあるガンジューファームというレストランがあります。こちらにも置いてます。どちらかでゲットできますのでね、ぜひ読谷パスポートご活用くださいね。お届けしてきました観光情報番組、読谷ラジオ。この番組は読谷村商工観光課他各社の提供でお送りしました。今日は本当にすいませんでした。明日も朝9時から担当いたしますのでね、放送いたしますので楽しみにしていてくださいね。ありがとうございました。ということで、また明日や、あ、メールも来てる、ごめんなさい、明日見ましょうね。また明日や、よんなよんな車悪化制度、バイバイ。